ここは。そうか、僕は。何やってたんだろうな、僕は。何のために生きてきたんだろう。違うか、最初から生きてなんかいなかったんだよな。最初から僕はザンザに、僕のしてきたことは無駄だったっていうのかい。この声は。それを決めるのは誰でもない。君自身なんだよ。そうだ、これミゴールさんたちが作ってくれた新しい武器、シルクのモナドなくなっちゃったから。マシーナの技術の粋を集めた武器なんだって。起きたら使ってね。そしてみんなで生き残ろう。サイエンターおよびノボンからの避難民はコロニー6に収容した。幸いここは寄進兵が要塞化してくれていたからな。しばらくは持つじゃろう。皮肉なもんだな、ザンザから逃れたいのにその体である巨神からは離れられないってのは。まあ俺たちが暮らす大地だしな。姫様、一つだけ確認したい。避難しているハイエンタ、大丈夫なのか。確証は持てないが、おそらく大丈夫だと思う。生き残った者たちは、私同様、すべてホムストの根血だ。どうか。彼らが変異するときは、私もまた。もしその時が来たら、遠慮はいらない。良いのじゃな。それが、運命と受け入れる覚悟は皆できている。そんなことあるわけねえ。でなけりゃ陛下やカリアンさんがメリアにハイエンターの未来を託した意味がねえ。だな。しかしメリア、俺たちは生き残るためにザンザと、そしてテレシアと戦わなければならない。全てのテレシアがそうではないとはいえ、かなりの数のテレシアが元はハイエンター、メリアの同胞、臣民たちだ。覚悟はできていると言った。たとえ同胞をこの手にかけることになっても、わずかに生き残った者たちを守る。それが父上や兄上から託された意志だからな。ザンザに囚われた者たちの魂を解放するために私は戦う。強いな、メリアは。その強さ俺たちも分けてもらうぜ。どうだシルク、命に別状はないみたい。ディクソンに打たれた傷は塞がっていたから、多分メイナスが最後の力でシュルクを守っていてくれてたんだと思う。そうか、
今リナーダが見てくれているわ。フィオル目覚めないの。シルク、シルクの意識は暗く冷たい湖の底に沈んでしまったかのよう。いくら呼びかけても何の反応もない。クソ、ザンザの野郎。こんな時にもしテレシアが襲ってきたりしたら。そん時はシルク抜きで戦うしかあるまい。そのために皆で防備を固めておるんだからな。わしらの作った武器もちっとは役に立つじゃろうて。やるしかないよな。徹底的に抗ってやる。本当に抗う意味があるのかな。どういう意味だアルビス。言葉のままさ。僕たちは巨神からザンザから発生した生命だ。それがザンザの意志でテレシアによってその体へ帰ろうとしている。病気や寿命で普通に死んでもそのムクロは巨神へと帰る。どちらも同じこと。何ら異なるものではない。違うかい。ああ大違いだぜ。なんせ一方的にやられるんだからな。俺たちにだって生きる権利はある。そうだな。たとえ創造主だろうとそこから生まれた命を好き勝手に奪っていいって道理はない。それは僕らの尺度でのものの考え方だ。彼は神だ。神には神の尺度の考え方があるんじゃないかな。それじゃお前、俺たちは黙って死ねばいいってのか。それが神の定めた運命ならば。運命を受け入れて座して死を待つほど俺たちは達観しちゃいない。どこまでも抵抗してやるさ。たとえその結果この命散ろうともな。ザンザにとっては結果は同じことだよ。それでも戦うのかい。ああ、大事なのは結果じゃない。抗おうとするその意志さ。無駄死にであったとしても。アルビース、お前はどっちの味方なんだよ。それともビビったのか。あのテレシアを前にしてよ。やめるんじゃ。わしらで争っても意味がない。フィオル、